はい、どうも、かがめいちゅらです。今日も一日一曲聴いていきましょう。はい、今日はですね、バンドメイド、シャンブルズでございます。はい、この曲は、アニメのケンガンアシュラシーズン2のようにですね、僕ちょっとこのケンガンアシュラ知らないんですけど、ウェブサイトウラサンデーとコミックアプリ漫画ワンに絶賛配信中だということです。はい、のアニメの、シーズン2のエンディングらしいですね。てかね、本当にね、最近ね、こういうメタル系の、女の子のバンドめっちゃかっこいいの多いっすね、マジでね。自分も子供の頃すごいメタル大好きで、あのブレッドフォーマーバレンタインっていうのは本当めちゃくちゃ好きだったんですけど、そういう海外のコアな、コアっていうか、まああれは結構聞きやすかったけど、あのブレッドメロディカルというか感じのメロディ歌っててみたいな、あの本当子供の時やりたかったのに。で、大学の時とか、なんか、バンドサークル行って、ドラムの子を引き抜いてきて、なんか、スリーピースバンドとかやってたりしてたんですけど、まあ、もともと高校からバンドとかやってたんですけど、ロックでやってたんですけど、まあ、ちょっとメタルやりたかったんだけど、やっぱね、こういう音楽のジャンルをやる人が、その時ね、周りにマジでいなかったんですよ。やっぱもう、時代が悪かったというか、ほんと今のこの時代のね、人たちはすごいいいですよね。なんかこの、こういうバンドめっちゃ出てきてるし、ほんとその時代、まあほんとに俺が知らなかっただけなんだと思うんだけど、全然いなかったんですよね。こういう有名になるバンドで、こういうめっちゃこう、ちゃんと重いメタルとかロックみたいなのをやってるバンドで、いなかったんですよね。ほんとそれこそ、なんて言うんだろう、レッドウィンプスとかバンプオブチキンとか好きで、あとあれか、パンク系の人が多かったですね。メタル系はね、メタル系いるんだけど、 XJAPAN とか、ルナシーとか、そういうとこが好きな人だったんですよ。ちょっともうその俺らの時代からでもちょっと前の人たちなんですよ。 XJAPAN とかルナシーっていうのなんですけど、そういうのが好きで、そういうのやりたいっていうような人が多かったんですよね。で、なんかあんまこういうすごい重くてツーバスダーみたいな感じのやつね、やりたいっていう人がね、あまりいなくて、ちょっとあ、もう俺はもうロックとかメタルはやんないかっつって、まあアカペラともうそういうなんか自分で曲作って、なんかポップスとか R&B みたいなのを完璧にそっちをやるようになっちゃったんですけど、もともとはほんとめちゃくちゃメタル好きで、こういう、やりたかったんですよねっていう話になっちゃった。でもほんとめちゃくちゃ好きです、バンドメイド。なんでぜひね、皆さん、バンドメイド、シャンブルズ、ぜひ、チェックしてみてください。というか、バンドメイド、今後の動き、僕は、見ていきたいなと思います。はい。ということで、今日もありがとうございました。かがめいちゅらでした。